演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちら、このちょっと贈り物っぽいいい箱に入っている4色のバウムクーヘンを食べたいと思います。これがちょっとプレーンでチョコ、緑っぽいから抹茶かな、でイチゴでしょうね。4色のバウムクーヘン、どれも色とりどりで、実はですね、おっと、なんか中にこんなシールみたいなのも入ってましたね。これ何なんだろう、何かの、ま、何かを証明するマークかな。まあ、どうにか、とりあえず、なんかシール、何か入っていますが、とりあえずは、まあ、これは、断面はこんな感じですね。ではいただきます。どの色が一番好きですかね。それはどのバウムクーヘンもしっとりとした生地の食感で中に入ってしまい、さっくりととろけていきましたね。でフレーバー系はやはりそれぞれ予想通りの味で、それぞれその生地から味が染み抜けてきたんですが、プレーンに関してはシンプルに生地の食感を楽しむことができたので、こちらの点数とさせていただきます。では残る3つですが、チョコレートはちょっと何が強すぎたのかなと思った部分がありましたので、もうちょっと大人で過ぎたかなというような部分なんですね。こういったセットの中にいるのはちょっとと思う部分があって、こちらの点数とさせていただきます。好みが分かれそうなんですね。そして抹茶味につきましては、反対にちょっと抹茶が弱かった気もしますので、もうちょっと抹茶を強めてほしいな。でも生地の食感はとっても美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。そして最後のイチゴ、これが一番生地と味のバランスが良かったような気がします。甘酸っぱさがちゃんとあって、その中にシュワッと広がってくれましたので、こちらの点数とさせていただきます。どのバウムクーヘンにどんな味がありましたか。もっといろんな味食べてみたいですね。冬バラや穴に咲くかの暖冬です。暖冬では冬バラも育たないということなのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。全部2円。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。